はい、皆さんこんにちは。アドラジング専門チャンネル。今日はライフタスクの中のワークタスク、仕事のタスクを第二志望の人生と絡めてお伝えいたします。で、まずそのライフタスクというのは、人間が人生あるいは生活で取り組まなきゃならない様々な課題を言いますですね。で、アドラーは個人心理学講義という本の中で、心理学的な見地からも、正常な人は人生の課題というのがやってきたときに、それに対して十分なエネルギーと勇気を持っていると、こんなことを書いています。で、重要なのは人生の課題ですね。だから十分なエネルギーと勇気、これにご注目いただきます。そしてその3つのタスクとして、仕事交友愛ということをアドラーは言っております。で、またアドラー直面すると好きなようですね。人生に直面するとき、人生の3つの大きな課題と私たちが呼んでいるもの、すなわち交友、仕事、愛と結婚、この課題に直面しなければならない。これらは我々が生きているという、まさにそのこと密接に結びついている関係ということが生じる。つまりこの3つのタスクは関係、これが大きく関連しているんだということを押さえておきます。で、今日はその仕事のタスクをメインにやっていきます。で、仕事のタスクというのは、生産活動との取り組み、社会人にとっての職業、学生にとっての学業、それから家事、育児、家族の介護、こんなものを含みます。で、ここで問われるのは役割、義務、責任、こういったものでございます。で、このワークタスクをしっかりこなせない人は、ここにある、こういう、はい、こういう課題についても、満足にはこなせないだろう。例えば、無責任な人が友人関係うまくいくとは思わないですよね。そして、その義務を果たさない人が家族とうまくやっていくって、果たしてどうでしょうか。そういう点で言うと、役割、義務、責任という課題を、伴う仕事のタスクというのはベース中のベースである、こんなことを言えると思うんですね。で、アドラーはこの仕事のタスクに関連してこんなことを言っております。一般に仕事に成功するかどうかは社会適応の以下にかかっているということができる。隣人や顧客の要求ですを理解し、彼彼女らの耳で聞き彼彼女らが感じるに感じること、つまりこれ共感のことを言ってるわけですね。で、仕事において大変有利なことである。つまり、ここで言うと仕事のタスクにおいて、やはり共感能力、これが問われるということをアドラーは言っています。で、このライフタスクに対し、我々は自分自身のライフスタイル、広いの性格と言っておきますけども、こういうものを抱きながら荷物を背負って、そして直面するライフタスクに向かって行動する、こういうことですね。で、ここで如実に現れるのは、ライフスタイルによって取り組み方が違うということです。ある人はストレートに言います。ある人は依存的に対します。ある人は協力する、こんな風にその自分のライフスタイルを使って、ある目的に向かって主体的に自分自身環境を動かしていく、こういう風なところで、だからその行動というものはライフスタイルとライフタスクの掛け合わせたものである、こんなふうに見ることができます。さて、ここからガラッと変わって第二志望の人生という話に行きます。で、これ私はですね、なんと今から40年ほど前にですね、日本経済新聞に投稿したことがあるんです。タイトルは第二志望にくじけずにというタイトルです。サラリーマンの頃でした。岩井としては33歳と書いてあります。で、私はこのライフスタスクとしての仕事に直面したとき、準備としてね、就職活動うまくいかなかったというかね、大学院行こうとも思ってたし、実家があったので、その実家の会議を手伝おうかなということもあったし、某コンサルタント会社落ちちゃった。そんなことがありました。で、ぐずぐずしていて、就職が正式に決まったのは、大学4年生のなんと12月ですよ。みんな決まっている。私だけ決まらなかった。たまたま毎日新聞を見たら、某外資系企業が、今ね、4年生でも可だということを書いてあって、それで応募して、滑り込みで入った。
そして企画、人事、経理という志望を書いた。ところがですよ、3月になって上司の面接があるということを言ったら、なんと営業部長だって言うんですよ。ルームエアコンの営業部長、蝶ネクタイをしていた。これは失敗した。なんで営業部なんだというところが始まったんです。で、しかもですよ、その直属の上司、非常に相性悪い。最初会った時、挨拶した。これからお世話になる岩井と申します。彼から来たこと、顔色悪いね。あ、そうですか。ここからですよ。そしてまたその上司は私の後ろの席に座ってました。私は新入社員、1対1です。部下1人、上司1人。そして、うるさい、うるさいんですよ。後ろで見張っていて、そしてある時、私に代理店に対して、文章を書いてみろって言うから、私一生懸命書いたんです。名文を。そして、これでどうでしょうというふうに渡したら、なんと後ろ席からポーンと入ってきたんです。その紙面には大きな罰が書いたんです。私は結構作文コンクールなんか入賞しててうまかったんです。ところが罰ですよ。部分的な訂正じゃないんです。これには私頭にきましてね、ふてくされてました。やったらいいんだこの野郎と言ったらね、後ろにいるんですよ。もう完全にふてくされていた。気になるんでしょうかね、上司は。岩井さん、岩井さん。今日、夕方、暇かって来たんです。私は、暇じゃないですよ。何ですか？いや、新橋に生、いいお店があるんだけども、行ってみないか？まあ、新橋と聞いた、いいお店、由来なんです。しょうがない、行くことしますか。まあ、生意気な部下ですよね、これね。そして、ごちそうになったんです。そしてね、彼は一応謝りました。罰はないだろうってクレームつけたら、確かにそうだと。気分悪かっただろう。明日、僕は、ね、自分なりの書いてみよう。それと比較してみたらどうかということで、朝行ってみたら、2種類のビジネスレターが置いてあって、左が私、右側が彼です。読み込んでみろって言われて読んだ。彼の文章がわかりいいんですよ。彼は一言言った。岩井くんのラブレターだ。思いの丈を書いているけども、5W1H。これから程遠い文章である。確かに書いてあるけど印象残らない。ビジネスレターの基本はこれだと言われて、納得。まあ、こんな風にしてね。まあ、彼を見直すこともありました。だけどね、ひどかったのは営業部長ですよ。私を新入社員早々、一応、まあ、社内の研修を終えて、そしてね、総代理店が営業研修があるって言うんでね、私を派遣させたんです。メーカーから私一人、総代理店の中に入って、そしてやらされた研修が、ルームエアコンの個別訪問販売。それからさらにはね、バナナを叩けるいかに大きい声でやれるか。まあ、こんな風でですね、話違うと思いました。やめたくて仕方がなかった。おまけに、そういう研修が終えてしばらくした後、部長が、岩井君、この入っての感想を書いてくれと言うから私はね、こう書いたんです。当社7つの大罪、罪、7つの罪があるということで書いたんです。12枚レポート。そして部長に渡した。私はおどおどしてました。呼ばれて叱責をどう食らうのか心配じゃなかった。ところが、梨のつぶてなんです。何の反応もない。がっかりしますよね。そうしている時に、その部長は新しい部長に変わったんです。そして新任部長は、もう本当バリバリで言うと東京大学法学部卒のエリートで、スカウト人事で入ってきました。そしてね、その社内のスピーチやった時、彼は第二志向の人生という話したんです。彼は実は司法試験を受けたかった。だけどその道がままならぬメーカーに入った。そういう経験で、第二志望の人生というのは自分のライバルの人生なんだ。で、三木陽之助というその時財界評論家が、彼が通勤中語ってたことを車通勤したから聞いてね、有名な財界人のほとんども第二志望の人生を生きている。そのスピーチでした。私はそこで心を入れ替えました。20万で書いてあります。かけがえのない人生を悔いと挫折感で汚すのはやめようと。そう誓った。そして私は、まあ、翌年中小企業診断士の試験合格し、で部長に話したら、私言ってなかったらびっくりしたんです。いきなり彼は学士会館に部員を集めてね、ランチです。岩井くんが中小企業診断士に合格した。おめでとう。よくやった。そんなこと言ってました。そして、
しばらくして、まあ、彼は辞めていくことになって、司法試験受けたんです。40過ぎて合格しました。で、私は念願が叶って、28歳の時、総合企画室の課長に抜擢された。まあ、こんなふうなことで、最初は企画人事経理という形で営業に行ったけれども、総合企画室に入り、人事課長も兼任したということがあります。で、ここで、ね、言いたいことは、第二志望の人生というものは、その第一志望の挫折というよりは、第一志望は悔いや挫折感の対象ではない。自分の一種のライバルだ。もし自分が第一志望に行ってたら、こうだっただろう。そんな風にライバル視し続ける道であり、そして今歩んでいる第二志望というのは、自分のやっぱり選んだ道なんですよ。可能性に満ち、自分を成長させる道である。そしてこの道しか生きることはできないんです。で、こう考えて、その第二志望というものを捉え直したとき、5つの知恵をお伝えしたいと思うんですね。まあ、仕事に関して。良きモデル、良き友を持とうじゃないか。これが大きな一つですね。私は幸いにしていいモデルがいました。最初の嫌な上司も結局仲良くなりました。今でも付き合いがあります。良き友も持つこと。そして、好ましい習慣をいち早く身につけること。必ずやるというふうに決めたことはやる。やらないと決めたことはやらない。ね。そして決めたことは、やるにしろやらないにしろ続けること。で、私はその麻雀、ゴルフ、やらないと決めたんです。今でもやっておりません。ですね。その代わり、まあ、ひたすら勉学に励むっていうのは結構好きでやっていました。で、勇気を持つ。そしてさらに志を持ち続けよう。まあ、これは当然のことですけども、特に2の1、2、3に関して言いたいのは、優先順位と劣後順位という考えを仕事のタスクの場合しっかりと身につけることだろうというふうに私は思っています。で、優先順位はよく言うんです、ね。仕事というものを重要度の縦軸、横軸に緊急度、そして一番優先すべきは何かというと、この1ですよ。緊急度も高い。そして重要度も高い。これをまず手掛けるんじゃないか。で、その次、おそらく多くの方が、その緊急度が高くて、重要度が低いものをニートすることが多いけれども、まあ、それはそれでね、取り組む価値あるでしょうけども、この2、2のゾーン、重要度は高い。そして緊急度はそうない。これを早く手掛けておく。このことが重要だと思うんですね。その重要度というのは優先順位をつけると。いうことも必要であるとともに、我々が忘れてはならないことは、これはある本で読んだ言葉なんですけども、劣後順位、優劣、ね、先後というふうなことがありますけども、その優先順位があるならば、あえてね、あえて急がないことを決める、これも重要だと思うんですよ。つまりあんまりね、緊急度も重要度もない、まあ、メールもそうかもしれない、いろんなのありますよね。そういったものをあえてね、すぐ取り組まないということもあっていいと思うんですね。ひたすら、このナンバーワン、優先順位の高いもの、つまり重要度と緊急高いものに取り組むこと、こういう習慣付けすることが必要だろうということを、あえて仕事のタスクで申し上げて、そして、まあ、最後はね、アドラシックベーシックコース、私も相当力入れておりますので、この50項をお伝えしたいし、法人研修結構やっております。こういう本も書いています。人を育てるアドラー心理学。働く人のためのアドラー心理学。そんなことも参考にしていただくとともに、まあ、入会、メルマガ登録、これをしていただけたら、もっともっと皆さんと、まあ、仕事も含めてお付き合いできると思います。今日は、あえて、ワークタスクと関係して、第二志望の人生の話をしました。おそらく、ご視聴の皆様の多くも、第二志望の人生を生きてるんじゃないかと思うんですね。で、それは決して悔い挫折の人生ではないのだ。あなたは生かす道なんだ。このことをお伝えして終わりとします。ご視聴ありがとうございました。